どうも、しがれです。ダークソウル2前回に続きからやっていきたいと思います。ちょっとまあ、これ攻略とはまた違うんですけど、コメントでなんか、ツルスベイシとかを、ここでなんか、効果、アイテムに交換できるみたい、ランダムなんですけど、交換できるみたいなんで、ちょっとこれやってみたいと思います。なんかランダムで武器とか出てきたりするみたいなんで、ちょっと面白そうなんで、結構ね、ツルスベイシ持ってるんですよね。こんな感じで持ってるんで、ちょっとこれ全部一回、捧げてみようと思います。これは確か放置するらしいから。放置します。オッケー。放置して、うんうん、ツルツルだね。イエイイエイイエイすべすべ。アイテム。黄昏そうなった。おお。ユユ。おもろいな、こいつ。よし、ちょっとやっていこう。これなんか武器が出たら、結構なんかレアなやつが出るらしいんで、ちょっと、当たってほしいな。よし。いっちゃいな。うんうん、ツルツルだね。スベスベだね。シンクの水。武器欲しい。ちょっと武器欲しいぞ。武器くれ。あと、この何かの化石もなんか置けるみたいですね。ちょっと置いてみよう。うんうん、ツルツルだね。スベスベだね。光る。ああ、あれか。あれやん、強化できるやつやん。あ、ええやん。結構いいのに変わった。ガーディアンメールを強化できるやつや。めっちゃええやん、ここ。これまとめて置かれへんのかな。あ、まとめて無理か、さすがに。まあ、一個ずつ置くか。ちょっと一個ずつ引いていこう。なんかくじ引きみたいな感じやな。あ、いえいえ。武器来い。武器来い。無名の古石？ん？石？また石か？え、これも置ける感じ？石。石ゲットしたけど。石。あれ、どこ行った？石、石、石、石。なんかゲットしたね、石。あ、ないな。あ、強化アイテムか。あ、ほんま、強化アイテム。武器に無名の力を与える？え？なにこれ？平凡であればとかく悪く言われがちだが、特に、時に光が当たることもある。無名の力を与える。まあ、なんかわからんけど、強化系のやつか。まあ、ただ、置いてみよう。あと、7個か。結構減ってきたな。放置。ほれ。やろう。うんうん、ツルツルだね。スベスベだね。お、塊。お、結構いいんちゃうこれ。ユーユー。よし。まあ、とりあえず、全部上げてみよう。これ確か協力プレイで、報酬でもらえたような気がするんで、まあ別に、全部使ってしまっても問題ないんで、特に使い道ないんでね。これ武器出てこーへんな、なかなか。出てこい、武器。女神の祝いらん。くそ。武器欲しい。武器出るらしいからな。欲しい。ギマスキー。あ、いや。うん、スベスベだね。でもこれ気づかんわ。お！あ、違う、ひび割れたか、瞳のオーブ。くそ。この野郎。なかなかくれへんな。じらすじゃねえかよ。あと4つ。結構確率低いみたいやな、これ。来い！あ、またこれか。無名のね。無名のね。イェイイェイイェイ。よし、あと3つ。いけるはず。頼むぞ。頼む！あれ？ああ、青い瞳のオーブ。いらねえ。くそ。これ貯めなあかんか、また。ツルツルだね。スベスベだね。おお、なに？古びたムチ？ムチ？初めてのムチ。でも、古びとるってことはあかんのちゃうか、これ。古びたムチはあかんやろ、さすがに。でも、ムチ初めてやな。え、強っ！え、めっちゃ強いぞ、これ。攻撃 233？ 強え！攻撃強え！え、一番強いやつと結構大差ないぐらい強いぞ。で、装備も結構むずいし。え、これ結構強い？年金の入った為替のムチ。古い祝福が施されており、施されており、亡者に対して当たるダメージが大きくなる。おぉ。特殊効果、亡者に対して攻撃力増。え、これええやん、結構。お、強い結構、これ。まあまあ、強靭度やけど。でも結構技量とかいるから、お、これ結構いけるんちゃう？重さは、2.5 軽い。
欲しがりやがって。仕方ねえ、やろう。ラスト1個か。ラスト1個。頼む、武器。ツルツルだね。スベスベです。来い。魔力1。あー、終わった。まあでも、ムチゲットできたからよかったかな。個人的にムチ結構ね、使ってみたかったんですよね。ムチとか、爪とかが使いたかったんで、まあ強いかどうか謎なんですけど、ちょっと一回使ってみよう。さてさて、ムチ。しかも軽いし装備できるし、ええな。ムチ装備かっこええな。おう。おう、いい。おう。へい。おう、おう、おう。おうおう、なんかおもろそうやな、これ。ちょっと戦ってみようって、軽く。ちょっと軽くどっか倒してみようかな。軽くちょっと、倒してみようかな。あ、じゃあこっちおるやつ行くか。まあ、このザコイ敵倒しても、まあ、なんか、参考になるかわからんけど、とりあえずやってみよう。つえつえムチつえお、めっちゃ遠くまで届く。ムチつえこれ。ムチつえぞ、これ、めっちゃくちゃ。きたー、ツルスベイシーでムチゲットした。これ強えわ。これ序盤あった最強やん、マジで。え？あ、なんか気が倒れただけか。びっくりした。お、めっちゃ強え、ムチ。ちょっと軽く使ってみたいな、他の敵で。ちょっと誰かおらんが練習相手みたいなやつ。ムチ結構いい感じですね。うわ、気に入ったムチ。ビビるの俺にも使えそうな感じのあれやな。よし。離れて攻撃できるってめっちゃええやん。しかも結構遠いとこまで行くな。思った以上に。盾構えながら。おお、いいね。で、強攻撃は？ん？何が変わったんや？ん？一緒やな。あ、似とるな。両手で持ってみよう。いいね、いいね、いいね。ムチいいね。よし、ムチかっこいいから使おう。よし。ムチ使うべし。ちょっとムチでちょっと練習してみようかな。一旦。あの、おっきいやつ倒しに行こう、ちょっと。まあ、亡者には強いっていうの分かってるんで、亡者以外に効くのかどうかちょっと確かめてみたいと思います。練習相手、あ、ここや。ハイデの大火塔で、ちょっと重騎士倒そう。あいつを、軽く、離れたところから狩ることができれば、かなり使えますね、これ。まあ、耐久力40しかないんで、まあまあ、ポイントも使っていく感じになるとは思うんですけど、まあでも、使い勝手は良さそうなんでね。猛者狩りとか特に、使えそうな感じで取るの。しかもかっこええな。かっこいいとかも結構好きなんやけど、こういうの。いいね。お、なんか赤色のスペードがある。ん？闇霊を召喚しますか？あかんやろ、闇霊召喚者。戦わなあかんやん。あかんあかんあかん。あかんあかん。そりゃあかんわ。闇霊と戦えるんか。あ、ムチ戦ってみてもええかもな。ちょっと別に今死んでもええし。あー、逆にムチで戦ってみようかな、闇霊と。さっきの闇霊とバトルしてみようかな。ちょっと暇つぶしに。あ、いててて。あ、でも結構強い。あ、ダメージ食らえない、全然。強え。ムチ強えぞ、これ、普通に。あ、これ強えわ、ムチ。ムチ使える。いや、ちょっと闇で戦ってみよう、ムチで。よし。逃げながら戦うという。まあ、別に負けても、まあ、800ソウル失って、猛者が進むだけやから。まあ、全然 OK やから。おるかな、まだ。あ、おっとおっとおっと。まだいるじゃないか。あ、消えてもだ。マジかよ。闇霊消えてもだ？あ、消えとるやん。くそ。戦ってみたかったな。闇霊と戦うの無理でしたね、ちょっと。まあでもちょっとまあ、無知の威力が大体分かったから、これうまく使えば、一方的に倒せるな、多分。うん、これで一方的に倒せる。ちょっとフットワーク遅いけど、一方的に倒せるから、もっと動き素早くしたら、強くなるかも。例えばまあ、ちょっと軽めにしてみて、これぐらいでいったら、あ、こっちの方がいけるかもな。逃げる。ヒット&アウェイ。あヒット&アウェイ。マジか。まあ、ええわ。全然 OK や。いや、無知ゲットしたから OK やぞ。まあ、言ったら猛者が進むだけなんで、ね、まあ、もう全然 OK です。よし、これでじゃあ、森行ってみようかな、次。
いや、コメントくださったが助かりました。絶対気づかなかったんでね、一人だったら。まあ、かなりね、コメントで助けられてるんでね、僕は。ロックオンとかいろいろ、まあ、いろんな情報を、アドバイスをいただいてるんで。もうじゃ。なんか無知で撃たれたような体しておるな。まあ、ええか。よし。無知いけるぞ、これ。無知いけるね、こりゃ。まあ、メールはいるけど。あと、そういえば、ガーディアンメールを強化できるわ、もう一回。よし、強化しよう、もう一回。830しかないか、ソウル。まあ、ええか。なんか使うか、アイテム、じゃあ。とりあえず、マデューラ行きます。マデューラで、鍛冶屋で、防具の強化をね、プラスを上げます、防具の。確か、光るなんちゃら石ゲットしたんで、さっき、ツルスベイシで。ツルスベイシ結構熱いですね、やって見ると。また10個ぐらい溜まったら、ちょっとまた来たいと思います。くじ引き引く感覚でね、楽しいし。あと、ムチもう1本ぐらい欲しいな、ちょっと。うん。無知装備をちょっとね、無知をちょっと扱っていきたいっていうのはあるな。結構強いぞ、無知マジで。で、あとは対軍を相手にした時どうなるのかってことですね。ダメージ判定が全体に行くのかどうかっていうのはよくわからんけど、まあ、いけるかな。耐久力40がちょっと低いけど、まあ、アタックめっちゃ強かったのね、無知。200ってやばいな、一撃が。強化、確か、ソードじゃないから、確か、確か。戦士の鎧結構強いんかな、これ。なかなか強いけど、まあまあいらんけど。1400か。お、いけるいける。1400。1400あればいけるから。1400っていうのは、まあまあ、ソウル使えばいけるかな。お、あるじゃないか、ソウル。名もなき、高名な騎士。よし。軽く増やす。ウィーン。2000。でかい。あ、これやばいな、勇敢な勇者。なんだ、また来たのか？来ましたよ。よし。鎧を絶対強くした方がいいから。めっちゃ上がるもんな、これ。耐性が上がるのもいいと思うんですよね、これね。耐性も上がるからな、これ。闇防御力上がって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 。出血耐性。あ、耐性ここも上がるんや。あ、いるいる。絶対いるやん、これ。あ、石化耐性ないんや、やっぱ。石化耐性欲しいけど、まあでも、石化使ってくれても今まで出会ったことないから、まあ、出血とこの毒は結構ね、うん。今の、敵が使ってくるっぽいんで、これはしとくべきやな。ガーディアンメール強化します。うわ、2つ入れん次。おー、しかもでもまた次もめっちゃ強くなる。うわ、これいるな。重量変わらずこんだけ強くなったら絶対強化しとくべきやもんな。多分当分しかもガーディアンメールでいくと思うし。ラブラブラウ、何と分からへんけど、とりあえずラブラブラウで OK。 あ、ちょっとムチもうちょっと練習しようと。あの豚みたいなの倒そう、イノシシ。うん。まとめて倒せるかどうか確かめておきたかったから。無知最高やな。あー、めっちゃ楽しくなってきた、思った。おお、強い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 。おお、いいねいいね。当たりやすいな。ちっちゃいやつでもすぐ当たるな。ほい。一発与えてから、逃げてから与える。おい、あ、ちょっとあれか。いいね。あ、これ使えるわ。アイテム拾う。赤い瞳のオーブ。なんか落としたけど、まあ、いらんか。いや、これは使えそうやぞ、ムチ。まあ、耐久力ちょっと心配あるけど、まあまあ。それをカバーするだけのあれはあるな。へい。やたら攻撃高え。しかもまあまあ、ちょっと攻撃遅いんですけど、離れて攻撃できるんで、まあそれが、そんなに、あ、でも言うほど遅くないの。気にならないというか、まあ、ちょっとスタミナの消費が激しいんですけど、ね、これ一発が。2、3、4、5、あ、5発しかいけへんな。ハイデだったら6発がいくんですけど、5発しかいかないんで、ちょっとスタミナを上げればもうちょっと使いやすいかなと思います。はい、というわけで、とりあえず、今回の動画はちょっとつるしベーシー使ってみたかっただけなんで、ここら辺で終わりたいと思います。まあ古いムチゲットしました。あと他にもなんかいろいろゲットして、まあまあそこそこ、まあ、縦鎧か鎧強化したんで、ちょっとはまあ守備力上がったんで、まあまあ強くなったと思います。というわけで次は、今度は、ちゃんとまあこの狩猟の森かなっていうところをクリアしていこうと思うので、そちらの方もぜひ見てください。終わります。ありがとうございました。